とうございます。前回4ファンをピカピカにっていう動画をアップしたところ、すごく反響の方をいただきまして、今回第3弾で4ファンは今ちょっと本当にピカピカすぎるんで、今回ちょっと全ファンの方を復習しながら磨いていきたいと思います。前回はまず手で磨くシーンをやりました。このブルーマジックで、手磨きだけしました。で第2回目はこのような機械、これとこちらバフ掛けをして磨きました。それで今回は何をするかというと、この前回録画できてなかったこのペーパーと機械、この2つを使って、ピカピカにやっていきたいと思います。そして、このゼファーなんですけども、かれこれ5、6ヶ月磨いてません。それでこの鏡面仕上げ、してるところがちょっとザラついてきましたので、これを磨いていきたいと思いますので、最後までご視聴の方一つよろしくお願いいたします。ペーパー今回は2000番を用意しました。それでペーパー、これ耐水ペーパーなんで、普通はバケツの中に入れて水にしましてすればいいんですけど、私ちょっと横着なので、この霧吹きで、びちょびちょにします。そして、これを直接磨きます。耐水ペーパーで磨いペーパーでね、地肌磨いていけるのかとちょっと心配されるかと思うんですけど、全然 OK です。では今から磨いていきたいと思いますので、どうぞ動画の方ご覧ください。はい、今から磨いていきたいと思います。まずは耐水ペーパーこれで、スリ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 します。これすることによって表面が磨き傷っていうか、磨きのこの黒い汁、これが出てきます。手のいくところはどんどん磨いていきます。そうすると表面がもう軍手で拭いちゃれ、軍手でそのまま拭きました。そうしたらこれ表面がこれ白くなってきたの分かるでしょうか。これ表面が白くなってきました。これペーパー当てたところです。これこのままブルーマジックで磨いていっても綺麗くなります。これそのままこのブルーマジックこちらを使ってそのまま磨いていってもいきます。この白く磨いてなってるところに、ブルーマジックちょっとつけてゴシ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 、これで ここだけ磨きますね。わざとこちら磨かなくてここだけをちょっと磨いてみます。ブルーマジックが黒色になる、これ黒色になることによって表面がだんだん整ってきます。それでこの黒色になったのをウエストで拭くとピカピカになってきます。これ手でするとなかなか大変なんです。それでここで機械を使っていきたいと思います。はい、これでわかるでしょうか。こちらが今磨いてピカピカになってきたところ、そしてこっち側がペーパーだけ当てたところ、これだけ色の差が出てきます。ちょっとカメラで見にくいとは思うんですけど、こちらもほとんど鏡面になってきてます。それでこれをさらに楽にやるのが電動工具になります。今から電動工具を使いたいと思います。これちょっとブルーマジックちょっとだけつけてあげます。そして磨きます。いかがでしょうか。ここのところがもう鏡面でピカピカになりました。こんな感じで全体を磨いていきます。そうすれば楽に早く磨くことができます。そしてここのペーパーだけ当てたところもブルーマジックをちょっとつけてそのまま機械で磨いていきます。
いかがでしょうか。ここが磨いた部分になります。それでこれちょっとブルーマジック取ってみます。またこれペーパーだけ当てた部分、こちらがペーパーだけ、こちらが機械で最後に仕上げしたところ。だからこのペーパー当てたところは傷がいって白くもう全くツヤはありませんけど、今磨いたところはこんだけピカピカになってます。それで全体をやっていきます。はい、いかがでしょうか。これ全体がピカピカになりました。それでこのような隙間はもうあと軍手で拭いていただいて全然大丈夫です。このようにピカピカになりました。これを全体的にやっていきます。これはもうほとんど綺麗ので、もうペーパーは当てないです。もうそのままもうブルーマジックで、でこういう広い面はこちらバフ掛けでそのままブーっといっても大丈夫です。こちらバフ用のフェルトをつけます。そして、そのまま当てていきたいと思います。この広い面はこちらでするとすごく楽です。これまた分かりますかね。ここから下はまだ磨いてません。ここから上磨きました。磨いたところはピカピカになってます。こんな感じで全体いきたいと思います。それとこちらに今このブルーマジックがこちらにブルーマジックがついてるので、そのままもつけずにいきなりいっても大丈夫です。はい、いかがでしょうか。これだけピカピカになりました。こちらもそのままでピカピカになりました。これもっと鏡面、もっと鏡にしたいっていう人は例えば今2000番のペーパー当てました。これを3000番、4000番、5000番って言っていただいて、そのままブルーマジックをつけていくともっとピカピカになります。僕はちょうどこれぐらいの雰囲気が好きなので、いつもこれぐらいで止めていってます。はい、そして私はいつも磨くときに、やってるのはもうここならここ、もう一つの部分しかやらないです。もう3分、4分、5分、長いこと磨いても30分しか磨かないです。これ例えば全体やろうとしたらすんごい時間かかっちゃうんで、3分でも10箇所いったら30分になっちゃうんで、もう暇な時にちょこちょこ磨くようにしてます。それであとどうしても気になるところは軍手でちょっとこうなぞってやろうっていうような感じです。それでこれをすることによって軍手でなぞるときに、例えばオイル漏れとかガソリン漏れとかこのひび割れとかもチェックできるので、この軍手で目視しながらするっていうのは私はすごく重宝してるかなと思います。それとやっぱりこう機械の入らないこういう狭いところ、これは軍手でやってます。いかがでしょうか。こんな感じで今日もピカピカになったと思うんですけど、いかがですか。今日使ったのは最後におさらいします。こちら電動工具、これ着色です。すぐに取れるタイプ。そして、こちらは旋盤の磨くやつ、これホームセンターにいろいろあります。300番、600番、旋盤、1500番とかいろいろありますので、私はたまたま旋盤が使いやすいので旋盤使ってますけど、まあ旋盤より1500とか大きいホームセンター行ったらもっと番手の大きいのがあると思うんですけど、そちらの方がもっと綺麗に仕上がると思います。私はもうこれぐらいの仕上がりでいいんで旋盤使ってますけど、そんな感じです。それと
こちら、あ、料美さんのこの、バフ掛け、こちらにこのこれなんていうんですかね、これ布を貼り付けして、それで、歯ブラシでブルーマジック、それでひどい時はこの2000番、あ、もう私はこれ共鳴してますので2000番からいってます。だからこれから共鳴するという人は、まあ、800番、800番が怖いなっていう人は1200番ぐらいでまずは水研ぎしてください。それで順番にいって、機械がない人はこの手磨きで大丈夫です。けど手磨きは手に指紋がなくなるぐらい初めは磨かなければダメです。もうここまで一度なってるマシンはもうほとんどもうちょっとで大丈夫なんですけど、今日も3分から4分ぐらいの磨きで全然ここまで光るようになったんですけど、初めてのマシンにはなかなかここまでいかないので、ちょっと指も痛くなるかと思います。手と機械の磨きを動画にまとめさせていただきました。今回もこのような緩い動画最後までご視聴本当にありがとうございます。このような動画でよろしければまたチャンネル登録の一つよろしくお願いいたします。磨くのはたまにしか動画アップしないんですけど、またラジコンとか車とかバイクとか走るシーンを今今年になって毎日アップしております。このまま継続していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録を本当によろしくお願いします。そしてまたチャンネル登録いただいている方は末永くそのままチャンネル登録したままでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。